皆さんこんにちは、折り紙作家の葵です。今日はアジサイを折っていきます。2色の色で作るとよりアジサイらしくなります。このようにカタツムリをつけても可愛いです。カタツムリの折り方は別の動画で紹介しています。簡単に折れるのでぜひ作ってみてください。折り紙1/4サイズを8枚用意します。1/4サイズでアジサイのお花1つができます。まずアジサイを折っていきます。白い面を上にします。対角線上に折り目をつけます。4つの角を中心に合わせるように折ります。裏返します。同じように中心に向かっております。裏返します。さらに中心に向かっております。裏返します。4つの角を開いていきます。
角を折ります。アジサイの完成です。次に土台を折っていきます。白い面を上にします。対角線上に折り目をつけます。4つの角を中心に向かっております。さらに中心に折ります。開いて折り目のところまで折ります。そのまま元に戻します。残りの3箇所にも折り目をつけていきます。折り目に合わせるように折ります。
土台の完成です。糊でつけていきます。次に葉っぱを折っていきます。三角に折ります。向きを変えます。斜めに折ります。上に折ります。裏返します。線のところで上に折ります。下に折ります。交互に折っていきます。最後まで折ったら開きます。裏返します。角を折ります。葉っぱの完成です。糊でつけます。紫陽花の完成です。